グループの視聴者の皆さん、こんにちは。10月23日にリンゴルフのプロアマを開催します。私たちとぜひ一緒にゴルフをしましょう。10月23日お会いできるのを楽しみにしています。詳細は概要欄をご確認ください。最終18番にやってきました。狙い目は吹き流し、カウントバックに最重要ホールとなっています。さあ竹内未来選手、ちょっと引っ掛け気味です。さあフレンドリーバウンドなるか。あ、木に当たりました。木に当たった音がちょっと見えません。よいしょ、ど真ん中。少しフェードがかかってフェアウェイに戻ってくるか。バウンドはどうか。あ、右にキックしました。アゲンストでかなり残っております。残り190ヤード、上りアゲンスト、この風だと210ヤード打たないとどうなるでしょう。左にちょっと引っ掛け気味です。隣のグリーンにアイスオンでした。この18番はカウントバックで大事なホールになっていますが、女子にとっては距離が長いです。上りです。アゲンストです。有本カレン選手の残りの距離は180ヤードですが、200ヤードは打たないと届かないと思います。お、ちょっとドローがかかりすぎて左ラフです。志村選手はナイスドライブ。残り約150ヤードぐらいでしょうか。筋いってます。足音でした。アゲンストの風が踏み切れませんでした。約30ヤードなんですが、下りのラインでピンからピンまでのグリーンが使えないため、ふわっと上げた球を打たないと止まりません。さあ距離は大きいか。おお、絶妙、絶妙でした。ここからだとあれ以上のショットはなかなか打てません。ナイスショットでした。さあ有本選手、これも難しいアプローチです。ふわっと上げるか。ふわっと上げた。お願い。おー、惜しい。ナイスアプローチ。これは上りなのでそんなに難易度はありません。ナイスアプローチ。ナイスパー。さあパーが、パーでこらえることができるか。カウントバックでも大事なホールです。ねじ込みたいところ。ゴー、惜しい。ここもねじ込みたいところです。ナイスパー。いや、あのアプローチは難しかったよ。ナイスパーだよ。
ご苦労様でした。お疲れ様でした。笹原選手、見事に18番2オンしております。現在2アンダーが5人6人おりますが、彼女は現在17番でバーディーを取ったので2アンダー、これを入れると3アンダーとなり、彼女は優勝に近づきます。入るか、惜しい、ちょっとオーバーしてしまいました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。入れたら優勝。大事なアプローチです。佐久間選手、おー惜しい、かすったよ、舐めたよ。石山選手、見事に2オンしております。入れば優勝。切れませんでした。ナイスパー、ナイスラウンド。さあ佐久間泉選手、大事なパットになります。残念なボギーでした。ナイスラウンド。ねえ、でもちょっとちょっと残念でした。はい。いやー、だな。ナイスラウンド。最終組から一つ手前の組です。竹谷選手。優勝。バーディーパットです。おー、ナイスバーディー。お疲れ様でした。3アンダー、単独首位。どうでしょうか、感想は。最後のバーディーで根性のバーディーを、はい、思い通りにしたので良かったです。素晴らしい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様でした。2アンダーで、5位から14勝までが並んでいる形でカウントバックで組み越していただきました。5位が菊池さんです。おめでとうございます。4位が西山さん。3位が、伊藤さん。2位が和田さん。では最後に優勝したのかというか、ずっと2アンダーで貢献した中、3アンダーで見事、竹谷選手。
まず初めにこのような大会を開催していただきありがとうございます。今回優勝できてすごく嬉しいです。もうすぐテストが始まるのでこの経験を生かして頑張りたいと思います。ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。今年3回目を迎えまして、劇的な優勝シーンがビデオで撮れたんで、皆さんぜひYouTube 見てください。18番ホールでタイガーさんのバーディー、ということでタイガーさんおめでとうございました。リンゴルフのトーナメントもおかげさまで、これで10回を数えまして、で去年の22年度の、上位3名、谷田さん、高山さん、正田さんは、今年の6月に、約束通りミッションヒルズにアメリカに招待しました。で残念ながら、正田さんは直前体調不良で参加できず、高山さんセカンドラウンドをこう打ったら首を押さえて、ぎっくり首になってしまって、谷田さんが一人でプレーになっちゃったんですけども、見事5オーバーで回りまして、今年のファースト QT に、リンゴルフで招待します。不詳私がキャディーをやらせていただきますけども、いや担ぎません、カート持っていいんで。で、今年あと2回残ってます。10月の23日が次回なんですけども、ぜひぜひ振るってご参加ください。あと12月も、中旬以降にもう一回最後の大会やりますから、ぜひぜひ参加してください。じゃあそれじゃあありがとうございました。ありがとうございました。